ギリシャ神話、ギリシャ神話に登場する神話と人間の起源を紹介する。こんにちは。このビデオでは、ギリシャ神話とその登場人物についての簡単な文脈をご覧いただき、このビデオで簡単に説明されている各側面をより深く、より広く理解していただけるよう、次のビデオでより詳細に扱います。人間は歴史上、象徴的な存在と定義することができ、まさに象徴の分野において、自らの物理的存在を超越することができる概念を構築する能力が顕在化し、その結果、理性と知性の使用を通じて、それを取り巻く宇宙に対する答えと説明を見出すプラットフォームとして機能する、パラレルで相互作用する非物質世界の存在を仮定することができるのである。このように、神話は超自然現象を説明するための理想的な空間として、あらゆる文化の個人と集団の想像力の中に存在し、今も存在し続けているのである。神話は、神話的存在と同様に、自分自身の存在の謎や、考える生物としての宇宙での役割など、人間の最も深い疑問に答えを与えてくれるものである。有史以前からのすべての人間集団は、自分たちが目撃した自然現象について、物や動物、自然の現れといった基地の世界と、世代を超えて受け継がれてきた集合的な記憶とを強く関連付け、想像の世界と異なるレベルの説明を展開してきた。は、言語を通じて、自己を再生する能力、時間を移動する能力、そして、優れた技能や能力を持っているとはいえ、同じ美徳と欠点を超一度に持ち、不思議な力を持つ、人間に似た超自然的存在の直接または間接的介入による善または悪を生み出す能力を与えることで、そのような能力を持っています。ギリシアの神話的展開に関して言えば、それが根本的に新しいわけでも、それまでのものと違うわけでもなく、他の文化が開発した先行する神話の足場よりも独創的であるわけでもないことに注意する必要がある。ギリシャ人は神話的な理解において、雷、嵐、夜、月といった日常的に起こる自然現象や、その存在意義、死や死後の世界についての説明を求めていたのだ。このような疑問を、彼らは神話を通して解決しようとしたのである。ギリシャ神話の構造は、紀元前12世紀頃のホメロスとヘシオドスによる交渉の体系化がベースになっている。この神話の構成は、神々自身が互いに関係し、また人間とも関係するという複雑な関係性の中で展開されるという特殊性を持っており、そのシナリオは、世界で起こる全てのことを説明することができるのである。まず、世界と人類の起源から説明しましょう。世界、地球、空、海、天体の起源、特に太陽と月など、人間の生を取り巻く状況もさることながら、何よりもまず説明しなければならない問題であった。自然のあるパターンにある種の論理性を持った秩序が存在するという単純な観察から、その逆の発想、つまり原理としてのカオスの存在を思いついたのである。それは原初の空虚であり、そこから宇宙やギリシャの神々など、あらゆるものが生み出されたのである。ヘシオドスによれば、カオスは遠く、地中深く、影のような場所でもあった。カオスからは、万物の永遠で揺るぎない糧として、大地の女神ガイアと、愛と創造の王子で、元素を一つにして生命を生み出す引力の象徴エロスが出てきました。ギリシャ神話の創世記では、聖書のヘブライ語の概念とは逆に、創造は一人の優れた神の意志の結果ではなく、エロスに代表される愛の影響下にある全ての存在の結合の結果であるとされている。ガイアは男性の助けを借りずに、不老不死の住処である星空の天王星を受精させ、出産したのです。このように、天王星は自母神ガイアの息子であり、夫であった。その結果、以下のようなティターンズが誕生したのである。オセアヌス海と海水域を司るタイタン。テティスと共に、海の三千の妊婦であるオセアニデスの父である。テティス水、特に淡水を司る女神。ケオス、北極星昇格光アリコロン星を表し、特に北極星を表す。フィービーには、アステリア、レト、レラントがいた。クリオ、タイタンのエオリビアとの間にペルセス、パラス、アストレオを設ける。群れの神として知られていた。ハイペリオン、夜明けの光を象徴し、観測の神であった。ヤペテオス、プロメテオス、アトラス、メネティウス、エピメテオスの父。お茶、視覚の女神。レイ、豊穣と母性を司る女神。クロノスとの間にオリンポスの神々を生んだ。
テミス、正義と秩序を表す。ニーモシネ、ニモジン。彼女は記憶の象徴であり、ゼウスと共にミューズを擁していた。クロノス、時間を擬人化したもので、シチューラヌスを倒し去勢した後、初代タイタンの主体であり末っ子である。鎌を持った姿で表現されています。ゼウス、デメテル、ヘラ、ポセイドン、ハデス、ヘスティアの父である。ギリシャ神話の1代目、2代目のティターン、ティタニデスのキャラクターについて詳しく知りたい方は、私のチャンネルで動画をご覧ください。きっと気に入るはずです。クロノスの誕生後、ガイアとオラヌスはこれ以上タイタンを産まないようにと命じたので、キクロプスという一つ目の人間が生まれ、さらにヘカトンキレスまたはセンチマンという、巨大な身体に50の頭と100の腕を持つ闇の悪魔が生まれ、父ウラノスと戦い、血の底に投げ込まれたのである。そして、天王星が自分の子供たちに残忍な行為をしたことに激怒したガイアは、天王星の支配を終わらせることができる息子のクロノスに助けを求めるのです。ヘシオドスによれば、クロノスはガイアの息子の中で最も若く、最もひねくれた心の持ち主で、母ガイアの訴えに応じ、父を去勢し、妹で妻のレアを妃に、他のタイタンたちを宮廷に迎えて神々の支配者となった。レアは洞窟や山、壁や要塞、自然や動物の神であった。ギリシャの伝承では、一般に、この去勢から、父親の睾丸が海に落ちたアフロディーテが海から出現したとされている。カオスからは、世界の隅々にまで行き渡る闇と影を擬人化した原初の神エレバスや、夜の女神ニクスも出現した。夜であるニクスは、その弟である闇であるエレバスと共に、純粋な光と輝きを持つエーテルと、昼を象徴するヘメラという二人の原初の神を宿したのである。また、ガイアとその子孫は、複数の自然の力を擬人化した膨大な数の神々を生んだ。タナトス氏。ヒプノス、睡眠と夢。宿敵、復讐、老い、不和、詐欺。その他にも様々なアレゴリーがありますが、それらはこのチャンネルの次の動画で詳しく説明します。クロノスは妹のレアと一緒になり、ゼウスの妻であり妹であるヘラを産む。ヘラは暴力的で復讐心に燃えており、主にゼウスの愛人や子孫に対して、また出会った人間たちに対して復讐を行うことで知られている。古代ギリシャ神話では、黄泉の国とは、すべての人間が行く、霧に包まれた陰鬱な死者の住処、エレバスとも呼ばれるである。ポセイドン、ギリシャ神話に登場する海の神、大地を揺り動かす神、地震を起こす神。温和な姿のポセイドンは、新しい島を作り、穏やかな海をもたらすと考えられている。怒ったり無視したりすると、三つ股の矛で地面を割り、洪水、地震、沈没、難破を引き起こした。ゼウス、オリンポスの神々を家族のように滑る神々と人間の王。空と雷を司る神で。エネルギーを司る。彼は数々の不倫や愛人関係で知られ、その結果、多くの神々や英雄が誕生した。アテナ、戦争、文明、知恵、理性、知性、戦闘における戦略、勝利、科学、工芸、産業、発明、芸術、技術、航海、英雄、力、勇気、保護、都市国家、教育、正義、法律、技能の女神であります。アポロン、芸術の神、弓と矢の神で、天の高みから脅し、あるいは保護し、真実の光と同一視される。突然の死、疫病、病気の神であると同時に、癒しの神、邪悪な力からの守護の神でもあるのです。また、理、完璧、調和、バランス、理性の神であり、若者を大人の世界へと導く神、羊飼い、船乗り、弓矢の守護神でもあります。アルテミス、ギリシャ神話の狩猟、野生動物、処女地、出産、処女、乙女の女神で、女性の病気をもたらし、緩和させる。ヘルメス、使役神、辺境とそれを超える旅人、基地と商業一般、狡猾、泥棒と嘘つきの神、冥界ハデスの魂を導く者、また火の発明者である。ペルセポネ、大地の豊穣を司る女神で、冥界の女王とされる。最もよく知られているのは、ハデスがペルセポネを誘拐して冥界に連れて行き、女王にしたという説である。また、ハデスと対立することを嫌ったゼウスが結婚を承諾したという説もある。ディオニソス、
豊穣とワインの神で、儀式の狂気とエクスタシーを鼓舞する存在だった。ペルセウス、ギリシャ神話の英雄で、ゼウスとアルゴスの王女ダナエの子であり、半神とされる。恐ろしいメドゥーサの命を絶ち、その頭で敵を石に変えた偉大な英雄である。ヘラクレス、ギリシャ神話の英雄で、ゼウスと人間の女王アルクメーネの息子、スパルタの王たちの祖先とされる。ケトニックとは、天界の神々とは対照的に、冥界の神々や精霊を指す言葉である。ヘレン・トロイのヘレン、スパルタのヘレンと呼ばれるギリシャ神話の人物で、その名前は火の玉や松明を意味する。ゼウスの娘とされ、その美しさから多くの英雄に慕われた。彼女はトロイの王子パリスに誘惑され、あるいは拉致され、それがトロイ戦争につながった。ミノス、クレタ島の王で、ゼウスの息子。あの世で呪われた魂の運命を審判する輝かしい経歴を持ちながら、クレタ島の王になる権利を与えるサインを出した神々を拒絶し、特にポセイドンの願いを無視して、海から現れた見事な白い王子を生贄にしないことを決定したのである。これに怒ったポセイドンは、ミノスの妻パシファエを王子に恋させてしまい、その後王子と交尾した結果、ミノタウロスを誕生させた。ザ・ミュージス・ギリシャ神話では、ミューズは女性の神で、様々な種類の詩や音楽、芸術や科学を司った。ミューズは9人で、ゼウスとティタニデスの一人ムネモシネとの9夜連続の愛によって生まれたとされる。したがって、このミューズたちは、ウラヌスやガイアといった神々の孫娘ということになる。ニンフ・ギリシャ神話のニンフは、自然の二神と呼ばれ、空や森や水に存在し、ゼウスの娘で、祈ることもできるが、恐れることもできる。天使のような優美さが特徴で、豊穣と生命の象徴であり、人間や動物や神の子の育児を担当した。この不思議な生き物は、傷ついた人間や動植物を癒し、愛ぶし、優しく、賢く、喜びと愛を放射していました。ギリシャ神話のケトニックモンスター、ミューズ、ニンフといったそれぞれのキャラクターについて詳しく知りたい方は、私のチャンネルにある動画をご覧ください。きっと気に入るはずです。ガイアの末裔をざっと見たところで、話を続けよう。クロノスは、自分の子供たちが自分の王国を脅かし、父ウラヌスと同じように自分を失脚させることを恐れ、自分の子供たちを食い尽くすことにした。しかし、母レアは、夜の影を利用してゼウスを救い、クレタ島のイダ山の頂上に連れて行き、洞窟の奥深くに彼を隠すことに成功したのだった。その間にクロノスに自分の息子であるかのように大きな石を差し出すが、クロノスはすぐにそれを無心に食べてしまう。ゼウスは森でヤギのアマルティに乳を飲まされて育つ。大人になった彼は、父クロノスを探し出し、クロノスに兄弟を吐かせて追放し、宇宙の深淵、地と海の下の領域に投げ込み、父に退位させられるという恐怖を満たしたのである。その後、ゼウスはオリンポス山に住み、妹のヘラと共に、他の兄弟や他の神々からなる宮廷で治世を始めた。しかし、オトリス山に住むガイアとウラヌスの子であるティターンズなどのライバルに遭遇する。タイタンはオリンポス山に登ろうとするが、ゼウスの雷の力にかなわず、雷という武器でダッタンの深淵に投げ込まれてしまう。最後にゼウスは、最後の敵であるハリケーンの魔物ティフォンと4人の巨人にも勝利する。エンケラドゥス、ハイパービオス、エフィアルタス、ポリボトスはガイアとウラヌスの息子で、エトナ火山や他の火山の下に鎖で繋がれており、絶え間なくうめき、揺れていることから、ギリシャの多くの地響きと火山の噴気孔が説明されます。このようにして、秩序は混沌を継承し、自然の無秩序な力はより高い知性に服従するのである。ゼウスは最初の女性パンドラの姿を粘土で作らせ、それを神エピメテウスに与え、二人の結合から人類が誕生したのである。第一世代の人々は、神々と共に暮らし、不安や疲労、痛みもなく、老いの病もなく体の活力を永久に保ち、大地が自然発生的に提供する豊かな食物に恵まれた黄金時代に生きていたのだ。神々とは違い、死すべき存在であるにもかかわらず、死は眠りのように訪れる。最初に死んだ人々は、ゼウスによって、生きている人々を見守り、その行動を観察し、その美徳に報いる有益な精霊に変えられたのである。一方、人類の第二世代は、銀の時代に生きたが、
第一世代に比べるとかなり劣っていた。彼らは怠惰で、永久に子供じみた愚かさに悩まされていた。しかし、タイタンの一人の息子でタイタンでもあるプロメテウスは、ゼウスから不死身の者だけに許された火を奪い、無限の進歩の象徴として人間に与えたのである。こうして、人は永遠の静寂を捨て、洞窟から出て冬の厳しさから身を守り、金属を精錬し鍛え、永続的に向上する道を歩み始めた。銀器時代の次は青銅器時代である。青銅の武器を持ち、強靭で暴力的になった人間は、神。を捨て、神を敬わなくなった。怒ったゼウスはプロメテウスをコーカサスの山頂に投げ捨て、わしがその肝臓を食べ、大洪水の水を人類に解き放ったのである。プロメテウスとその妻ピュラの息子デウカリオンを除くすべての人間が滅び、水が引いたとき、栄誉と犠牲によってゼウスの許しを得て、人類のために許しと復活を勝ち取ったのです。青銅器時代、鉄器時代と続き、現在に至っているが、人はプロメテウスから授かった神の炎を頼りに、逆境を乗り越え、いつの日か神と肩を並べ、人を黄金時代へと導くことができる。次の動画ギリシャ神話に登場する原初の神々。きっと気に入るはずです。歴史、神話、哲学、芸術に関する他の動画は、動画の説明で私のチャンネルをご覧ください。